あっくんコケチャンネルです。今日はですね、コケ界のね、二大女優の一人のね、クジャクゴケについて徹底解説をしたいと思います。ね、クジャクゴケはなかなかね、最近出会うことの難しいね、コケの一つです。クジャクゴケはなぜね、クジャクゴケというかというと、葉っぱの部分が羽、そして柵の部分が、首と頭ということでね、それがクジャクに見えるということでね、そう言われるそうです。生える場所はね、少し暗めの針葉樹林が多いかなと思います。生える場所は切り株の上やね、石の上、そしてコンクリートの上にもね、生えてるのを見かけることがありましたので、どこでもね、生える、まあ数は少ないですけど、いろんな場所に生えているという特徴があるかなと思います。このようにね、大きな株になっていることもありますけどもね、なかなか最近こういうね、大きな株にね、出会うことは少なくなりましたね。テラリウムではですね、管理は比較的難しい方に入るかなと思いますけども、でもね、大切に育てればね、十分テラリウムでもね、管理できますので、皆さん大切に育ててやってください。